古着屋清水。どうもいらっしゃいませ、古着屋清水です。本日はアメリカ軍エクワックスのフリースジャケットです。今私が着ているのもそうなんですけれども、アメリカ軍エクワックスのフリースジャケットをご紹介しようかなと思いましての動画でございます。今回も最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はアメリカ軍エクワックスのフリースジャケットなんですけれども、エクワックスなんですけれども、米軍が開発した重ね着をしてあったかくしていこうっていうシステムで、それの頭文字を取ってエクステンデッドコールドウェザークロージングシステム、略してエクワックスって呼ばれてるんですけれども、その中のレイヤリングシステムの一つにこちらのフリースが入っております。でエクワックスっていうのはジェネレーション1からジェネレーション3までありますと。でジェネレーション1とジェネレーション2は結構近しいです。でジェネレーション3から割と変わってますって感じなんですけれども、その 1,2,3 ジェネレーション 1,2,3 いずれもですねフリースジャケットが入っておりまして、そのフリースが本当に大変便利ですということでございます。で、こちらはですね、エクワックスジェネレーション1のレイヤー2ですね。桃引きみたいなのを履いて、上にこれを着る。2番目に着るものとして、こちらがあります。タグはこちら、一番上にラージ。で、中頃に、シャツコールドウェザー新スティックファイバーパイルと書いてあります。で、SPO10097D うんちゃらと書いてあります。これは97年に会計処理の通った1枚です。これ、書いてある通り、ジャンルシャツなんですよ。まあ、フリースジャケットなんですけれども、どう見ても。でも、シャツなんですよね。で、これはですね、ファイル地になっておりまして、中はこうふさふさ紐のフリース素材になってます。これ本当にあったかい、超無敵です。でこちらのジェネレーション1のレイヤー2なんですけれども、もう完全にねインナー想定で作られているもので、割とねこう作りがタイトめになっております。これ中にかまして上になんかこうマウンテンパーカーなんて着たらすごいかっこいいし、めっちゃくちゃあったかいです。これ本当にめちゃくちゃあったかいです。でこのフリース素材なんですけれども、もうこの時期からこの胸ポケット2つ、あと肩、そして後ろの肘、脇はこう補強のためにナイロン素材が使われております。で今ちょっとうちにはないんですけれども、ジェネレーション2のフリースもありまして、こんな感じです。ではジェネレーション3いきます。ジェネレーション3のフリースはこちらなんですけれども、ジェネレーション3からですねエクワックスはレイヤー7枚構造になってます。このジェネレーション1ジェネレーション2まではレイヤー5枚構造だったんですけれども、こちらのジェネレーション3からレイヤー7枚構造になってますと。でその呼ばれ方も、第1世代第2世代まではレイヤー1レイヤー2レイヤー3レイヤー4レイヤー5って呼ばれてたんですけれども、こちらのジェネレーション3からレベル1レベル2レベル3レベル4レベル5レベル6レベル7と呼ばれるようになっていきます。で組み合わせの幅もすごい広がってですね、もうあらゆる気候に対応できるようになってる。レベル1、2はまあ桃引きみたいなやつなんですよ。こう下着っぽいようなもんで、その上にこのレベル3着て、もう一個レベル4ペラペラのこうシェルのやつを着てみたいな形なんですけれども、その組み合わせの幅が多様になっていって、本当にどんな気候でも合わせられる。ちょっと悪天候の曇り空からもう本当真冬の超極寒地まで、その対応の幅が格段に広がったのがジェネレーション3第3世代からです。その中で使われているフリースジャケットはこちらのレベル3です。これがね本当に超絶便利なんですよ。したらちょっとこのフリースを見ていきたいんですけれども、胸にはこのようにベロクロでいろいろ貼れるようになってます。まあ、このようにこうワッペンが貼れるようになっていて、これはねアメリカの空軍で使われていたもののようですね。 US Air Force で、これ空軍のマークでリンチさんっていう人が着てたみたいです。でリンチさんの後を継いで私が着ておりますと。そんな感じでここにベロクロがついてますよと。でこのポケットも結構特徴的で、こう脇からいけるようになってたりとか。であと特徴的なのは襟、肩、肘に異素材のナイロン素材が補強のために使われております。でこのフリース素材はこう毛足の長いポーラテックのフリースが使われておりまして、でこの脇にはですね伸縮性のあるこうポーラテックのフリースが使われております。でタグはこちら、エクストララージレギュラー、まずサイズが書いてありまして、その下ジャケットフリースコールドウェザージェン3、これが正式名称です。でコントラクトナンバー SPM1C1110D うんちゃらと書いてありまして、これは2010年に会計処理の通った1本です。でこの NSN ナンバーっていうのは管理番号です。でその下ペッカムインクっていうところがこちらの1枚を作った会社ですよということでございます。そしてこのフリース素材を作っているポーラテック、このポーラテック社のロゴマークも入っております。このポーラテック社のフリースっていうのは結構熱いポイントでして、このポーラテック社っていうのが1906年だったか1900年代の初頭ぐらいに誕生した生地メーカーなんですよ。で1970年代にはこのポリエステルを使った化繊の研究開発しておりまして、でパタゴニア、あのアウトドアブランドのパタゴニアと共同開発して世界初のフリース誕生、世界初のフリースを出したのはパタゴニアなんですけれども、素材を開発しているのは共同開発でポーラテック社も携わっていた、そういうこのフリースの生みの親といっても過言ではないポーラテック社が手掛けている、今はもっとすごい素材できていると思う
思うんですけれども、この最新素材、最強素材のフリースが使われている一枚であるとっていうところがこいつの推しポイントです。でこれはまあ特徴としてはですね、通気性良くて軽くてあったかいっていうのがこのポーラテックのフリースのいいところですね。なので1900年代の初頭から今2023年現在の第一線を走ってるブランドの素材ですよというところですね。これはね非常にあったかくて軽くておすすめです。でこのジェネレーション3レベル3のフリースジャケットなんですけれども、2色展開されております。こちらはフォッチグリーンというカラー、あともう一つタンカラーの、この2色で展開されていました。でこのタンカラーはですね、よくコヨーテって言われるんですけれども、なかなか見かけないです。このフォッチグリーンが大半でですね、こっちのタンカラー本当に見かけない。どういう用途の差でこうカラーを分けていたのかちょっとわからないんですけれども、このように2色展開されていたようなフリースとなってます。こっちは本当に見ないんですけれども、こっちはですねまだ見かけることがあると思いますけれども、ただ本当に1年前2年前と比べるとやっぱりですね、こうだんだん仕入れることがすごく難しくなってきているような状況でして、値段もどんどん上がっていっております。だからまだこの選べるサイズとかいろいろ選べるうちに自分のマイサイズ探しておいてもいいんじゃないかな、てか探しとけよっていうような一枚ですね。今私はスウェットの上から着てるんですけれども、寝るシャツの上からとかも合うし何でも合うんですよ。カラーがこれフォッジグリーンっていうカラーなんですけれども、このカラーの合わせられる洋服の幅がめっちゃ広くてすごい便利なんですよね。であと今私は M サイズ着てるんですけれども、これ XL とか着ても全然変じゃなくてかっこいいんですよ。はい、ということで XL 着てみました。いかがでしょう、全然悪くないサイズ感じゃないでしょうか。ちょっとここら辺の袖に生地を溜めて、あとまあパンツ、今僕ちょっと割とストレートなパンツ履いてるんですけれども、まあ2タックのコットンスラックスとか、あとはもうちょっと太めのワークパンツとか合わせる分にはすごいちょうどいいバランスになるんじゃないかなと思います。で今僕 M サイズ着てたんですけれども、 L サイズ着てたこともありますし、こっちの XL サイズずっと着てたこともあります。かなりサイズでも遊べるような1枚です。でこれマジで本当に超便利で、ちょっとコンビニ行こうとか、ちょっと軽く出ようみたいな時とか本当に都合よく着られますんで、割と何枚持っておいてもいい一枚かなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はこちら歴代エクワックスのフリースジャケットご紹介でございました。こいつにはこいつの良さがある、この武骨な感じで、ちょっとなんかこう作りもタイトでかっこいいんだけれども頑固な感じっていうのはあるんですけれども、こいつはねもう本当に万能優秀、誰にでも合わせられるみたいな、そういうなんかこう柔軟性みたいなのがありますね。こちらの動画が面白かったよと思っていただいた方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとインスタグラムのチェックどうぞよろしくお願いいたします。古着屋しみでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋しみをよろしくね。